吉田さん、バントとホームランの例え良かったんじゃないですか。まあ、ああいう風なね、適切な例えが出るのが、やっぱりコンテンツですよね。吉田さんらしいですよね。まあね、私ね、最近思うことがあるんですけど、というか別に思ってないんですけどみんな前やらなくなるじゃないですか。やらなくなるからこそ相対的に自分の存在がまた際立つってところがあるんで、何なんですかね、やりましょうやりましょうって言ってもやる人がいなくって、でもなぜかやりましょうやりましょうって言うとアクセスが集まるんですよね。で売り上げになるんですよ。すごい不思議ですよね。結局億万長者らしくっていうのは、私と吉谷さんが億万長者になるというオチがね、なんでなんやみたいな。もうね、あなたを幸せにしたいんだって思ってるんですけどね、山本太郎さんじゃないんですけども、あなたを稼がせたいんだと思ってるのに、なぜか知んないけど、だから人に提供しようと思えばするほど自分が与えられるってことなのかなと思いますよね。なんか昔から言いますけどもね、欲しい欲しいと思うならまず与えようと、与えれば与えるほど与えた人のバケツから水が溢れてきて自分のところに戻ってくるということらしいですよね。いや、おかげさんでね、この億万長者合宿も動画871になるじゃないですか。なんか知んないけど、ついこの前始めたような気がするんですよ。湯河原合宿ってなんかこの前行こうかなと思ってたのね、行ったかなみたいな、そんな気がするんですけども、時代が流れて子供が生まれてコロナがあって今に至ると。で、ついた名前がバントで勝つ方法でしょ。まさに時は金なり、婚姻屋のごとしですよね。いってらっしゃい。